皆さんこんにちは2020年11月2日月曜日になりましたリビングライフの時間です私は日本フリーメソジスト桜井聖愛教会牧師の大沢啓太と申します今日も神様のお言葉から共に恵みを分かち合ってまいりましょう今日の聖書箇所はテサロニケ人へのお手紙第1 2章1節から9節まで主題は 神道を成長させる愛と献身このところから神様の語りかけを共に受け取ってまいりましょう「テサロニケ人への手紙第1」2章1節から9節「兄弟たち あなた方自身が知っている通り私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでしたそれどころかご存知のように私たちは先にピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けていたのですが私たちの神によって勇気づけられて激しい苦闘のうちにも神の福音を あなた方に語りました。私たちの勧めは、誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは、神に認められて、福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる、 神に喜んでいただこうとして語っているのです。あなた方が知っている通り、私たちは今まで、へつらいの言葉を用いたり、貪さぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの承認です。また私たちは、あなた方からも、他の人たちからも、人からの栄誉は求めませんでした。 キリストの使徒として権威を主張することもできましたがあなた方の間では幼子になりました私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思い神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っていますあなた方が 私たちの愛するものとなったからです兄弟たちあなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました昨日から テサロニケ人への手紙第1を読み進めていますテサロニケという町はパウロが第二次伝道旅行の中で訪ねた町でその時に行った大伝道集会によって教会が誕生したという場所ですけれどもその町にはクリスチャンを迫害する熱心なユダヤ教徒たちもいたわけですね。 この熱心なユダヤ人たちの迫害によってパウロはその町にいられなくなってしまいましたそれでもテサロニケのその町のクリスチャンたちのことを考えるといても立ってもいられなくなってそして手紙を書いたというのがこのパウロの書いた「テサロニケ人への手紙」です 今日の聖書箇所の内容、観察として全体を3つのブロックに分けて見てみたいと思います。第1のブロックは1節から2節までの部分です。ここにはテサロニケテサロニケでの伝道の解雇が記されています。ここでパウロは手紙を読んでいる。テサロニケのクリスチャンたちに。 教会が誕生した最初の時のことを思い起こしてもらおうとしているのいうわけですね一節二節を見てみましょう兄弟たちあなた方自身が知っている通り私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでしたそれどころかご存知のように私たちは先にピリピリ苦しみに遭い恥ずかしめを受けていたのですが私たちの神によって勇気づけられて 激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りましたテサロニケの町で伝道していた頃のパウロの心境がよく表れているなと思いますピリピンの町では偶像礼拝をしている異教徒たちに教徒たちから迫害をされそして苦しんでいました。それでも 神様はそこから信じる人々を起こしてくださったその神様に励まされてこのテサロニケの町でも伝道をし始めたそれがパウロの信教だったということですね第二のブロックは三節から八節までの部分ですここに記されているのはテサロニケの教会を批判する者たちへの弁明です この部分を読んでいるとテサロニケの教会がどういう攻撃に遭っていたのかということが見えてきます3節を見ると私たちの勧めは誤りから出ているものでも不純な心から出ているものでもなく騙し事でもありませんと言っています5節を見てみると私たちは今までヘツライの言葉を用いたり むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんと言っていますさらに六節にはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉は求めませんでしたと言っていますテサロニケの町はまだできたばかりであるにもかかわらず激しい攻撃にあっていたその攻撃というのは あらぬ噂をまあ広められていたということですね三節の「不純な心」というのは実はかなり厳しい言葉で汚らわしいだとかいかがわしいというようなそういう意味の言葉ですあいつらが信じているのは騙し事だどうやら不潔でいかがわしいことをしているらしいぞ自分たちが金儲けをするためにやっているんだ 結局はあ自分たちが目立ちたいためにやっていることなんだそんな悪口を町中に言いふらされていたそのような中で彼らは信仰を守り連動していたということですねそんな中でパウロは「私たちは神の信任を受けて福音を託されているんだ」 人間に喜ばれるためではなく神様に喜ばれるために私たちはいるんだ歩んでいるんだそう優しく力強く語りかけています自分という存在を通してクリスチャンがいかなる存在であるのかということを神様は私たちを用いて表そうとしているんだというメッセージですねそして8節にあるように「 あなた方を愛おしく思い神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っていますと自分自身の命までそれほどにまでテサロニケのクリスチャンたちに対する愛が大きい深いものなんだということを明かししています。3つ目のののブロックは9節のみの部分です。 この箇所は明日の箇所にもつながっていくそういう部分であるんですあるわけですがあ、このところには福音の下部であったパウロの生活というものが記されているなと思います。ここを見るとパウロは自分で仕事をしながら収入を得、そして他の時間で伝道集会を開き。 昼夜問わずにテサ,ロニケ人テサロニケのクリスチャンたちのために働いていたんだということがわかります。以上の内容観察から一つのことを目想してまいりたいと思います。それは外からのの攻撃に耐えうううる愛の交わりを築こうということといですねパウロとテサロニケのクリスチャンたちの間に結ばれていた絆というものは とても固いもいのでしたそれは多くの時間そして濃厚な時間を彼らが共に過ごしていたことによって築き上げられていた絆ですね。パウロは激しい攻撃を受けていたテサロニケのクリスチャンたちに対して優しくあの頃を思い出してごらん激しい苦難の中で私が語った言葉そして「 あなた,たちに対する私の振る舞いを思い出してごらんと語りかけているんですねおそらくこれを読んでいたテサロニケのクリスチャンたちは3週にわたって安息日ごとに開かれた伝道集会でのあの興奮を思い出し迫害の中でも母親のように優しく父親のように威厳があるパウロの姿を思い出し パウロの口から語られた力強く確信に満ちた一つ一つの言葉を思い出すことができたのだろうと思います。そのような濃厚な交わりの中で何よりも互いの愛に満ちたその時間の中で彼らのお互いの間のその絆というものが固く結ばれていったのだろうと思うのです。 皆さんには自分のののためにに祈ってほししいいとと気軽に言ううこでできるる関係の人がいるでしょうか私は新型コロナウイルスの対応業務の中で大変疲れきってしまったそういう時期がありました後から振り返るとその時の私は恐れに駆られながら働きに追われていたなと思います。 このの対応であっているのだろうか違反を受けたりしないだろうかこういう時に動けない牧師と思われたりしないだろうかそんなネガティブないろんな思いが自分のじ自分自身の中から起こってきてそしてその不安恐れをかき消すようにがむしゃらに走り回っていた。 そししててて本当に疲れ切ってしまっままいいたなと思いますある時の教会の役員会の中で私は自分自身が今疲れてしまっているということそして自分自身が今抱えている恐れや不安また自分自身がどういうことを考えているのか 実際に今具体的な対応としてどういうことを実際にしているのかそういった一つ一つのことを率直にお話しすることにしましたそしてその一つ一つを言い終えたその後に役員の方々が静かにですね申し訳ないと言って下さったんです。 何も役員の方々が謝ってくださるようなことは何もないわけですけれどもでもその言葉を聞いた時に私自身はあ,あ心が一つになったなと思いましたこんな自分のためにいつも皆さんは祈ってくださっていたんだなと本当に痛感することができたんですね。 自分自身が祈ることができないという時に誰かが祈ってくれているそういう人を私たちが持つことができるならばそれそのものが私たちの力になっていくなと思います。皆さんもぜひこの自分のために祈ってほしいと気軽に言うことのできるそういう祈りのパートナーを築いていただきたいと思います。 そして教会の中で自分のために祈ってほしいと気軽に言い合うことのできるそういう環境を作っていきたいと思います一言お祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様感謝をいたします私たちが神様あなたによって救いに導き入れられまたあなたの恵みの中を歩ませていただいている その中で私たちが決して一人ではないことを心から感謝をいたします。私のためにいつも誰かが祈ってくださっているそういう神の家族が与えられていることを心から感謝をいたします。自分自分身ののののの危危機機時にそをを乗り越えるることのできる愛の絆を また祈りの関係を築いていくことができるように私たちの思いを整えていってくださいまた私たちの周りにいる方々との思いを一つにさせてくださいイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン